険侵害をやめるよう申し入れたと説明しました。その上で日本がこの問題で新たないざこざを引き起こさないことを望むと述べました。中国側が領有権をめぐり一段と強硬な姿勢を示した形で偶発的な衝突を引き起こす可能性も高まります。中国海警局の船は今月8日に一時日本の領海に侵入し、うち2隻が操業中の日本の漁船1隻に接近して追尾しました。また9日から10日にかけても2隻が領海に侵入していましたとなっております。江崎さんからお伺いしてよろしいですか。これもう実は予兆があってですね、はい、去年の年末に中国の漁船が領海侵犯したんですね、はい、で領海侵犯した事件が数年前あったわけですが、あれは意図的に中国政府の指示でやったんだということを、記者会見で取材で応じて発表した、ここでも発表して言いましたけど、いう経緯があって、もう中国政府としてはもうこの尖閣台湾をもう要するに自分たちのものにするという意向を、去年の年末から隠さなかったんですね。でこれに対して1月の10日だったと思うんですが、アメリカの陸軍長官のマッカーシーだったと思うんですけど、彼がこの尖閣台湾にこれ以上せっかちょっかいを出すんであれば、特殊部隊をその尖閣も含めたところに配備するというふうに言っていて、実はこの尖閣諸島をめぐるこの日本とアメリカ、台湾と中国のこのすごいやり取りが、もう去年の年末から今年にかけてずっと続いてるんですよ。そういう中でやっぱり日本が全然引かないので、今のところですよ、アメリカと組んで引かないので、さらにこの圧力を加えてきたというふうに僕は見るべきだと思うんです。なるほどな。だからこの一方的に日本は何もしてないんじゃないか、いや僕はもっとやってほしいと思ってるんですよ、日本政府、やってほしいと思うんですが、必ずしも何もやってないわけじゃなくて、尖閣諸島に関する防衛も海上保安庁も強化しているし、自衛隊も強化しているし、あとこれなんでこの習近平中国がガーッとやってるのかっていうとですね、アメリカの空母が艦船で動けなくなりましたね、セオドール・ルーズベルト、でそれに代わって今トランプ政権は何をやってるのかっていうと、強襲揚陸艦といって、要するに上陸作戦ができる、軍艦を南シナ海東シナ海に動かしてるんですよ。これ尖閣だけじゃなくて、台湾香港も、香港は別にして尖閣台湾とかああいうところに対してもし言う、なんか中国がやるならば強襲揚陸艦ですから、要するに上陸専用の部隊、軍艦なので、を持ってきて絶対お前ら動かさないぞっていうことをトランプ政権がアメリカと日本と連動してやってるわけですよ。そうだ、その船に乗ってる人はみんな海兵隊ですかね。強襲揚陸艦は海兵隊と陸軍の人間と、もちろん運用は海軍もやってるので、そういうメンバーたちが一緒にやって動いている、非常にですね、この尖閣をめぐっては、この今出てきた話じゃなくて、もうね、去年からずっと動いてる話なんです。実は江崎さんもね、なかなかこの辺はちょっとはっきりとはもう、言われなかったですけども、私もあんまりはっきりとは言えないんですけど、実はね、日本政府はですね、この尖閣の防衛に関してはかなりやってます。かなりやってます。なかなか報道はされてないんですけど、これそうですよね、この結構頑張ってるんですよ、まだまだ足りないけど無意無策なわけでは決してないということです。これはね、なかなかこう公にするとこちょっといろいろこう国際的な問題もある、ちょっとややこしい話もあるんですが、結構しっかりやってます。だから今の江崎さんの話聞いてると、やはりその中国も相当今これはこの民謡によってはね、中国がいよいよ際吹いてきたかと、その日本の弱みにつけ込んできたかというんですが、ある意味こう中国がこうもしかしたら焦ってる状況かもしれませんね。かなりですね、あと、ここにまだニュースあんまり大きく出てないんですが、この間もですね、アメリカ軍、それから空軍サイドもですね、アメリカの空軍と日本の航空自衛隊と、大体インド太平洋諸国大体18カ国くらいの空軍の幹部たちがテレビ会談をやってるんですが、そこに台湾の空軍入れてるんですよ。ほう、とうとうそうですか。でペイコム、インドペイコムっていうんですが、インド太平洋軍司令部っていうんですが、このインド太平洋軍司令部の主催の会合に台湾軍の空軍の幹部をテレビ会談に入れて、
でどうやってこの東シナ海、南シナ海の空の守りをするのかっていう協議をやって、もちろん日本入ってます全面的に、はい、そういうことを、日本とアメリカが連携して台湾も組みながらものすごい勢いでこう中国にプレッシャーをかけてるのに対する反論なんですよ。だからこれだけ見るとなんか日本が一方的にやられてるように見えるんですけど、逆なんですよ。かなり日本は追い詰めてる状況なんです、そこをやっぱりこう誤解しないでもらいたい、別にだからといって僕は安倍政権のやってることが、全部正しい、なんか従前だなんて全然思ってないです、もっと海上自衛隊の予算を増やして、はい、さらにそうなんです、本当はね、予算を増やしてやらなきゃいけないんですが、でもじゃあ何もやってないのかっていうと、そうじゃなくて、そういう反発からこういう問題が出てきてるんだということは理解してもらいたい、はい、ただ本当に今予算が少ないですよね、予算が少ないです、もう全然少ないですよ、はいはい、もう、ですから例えば今年の1月から、つまりもうコロナの騒ぎと同時にですね、はい、中国はもう、もう非常にその領空に近いような形で飛行機を飛ばしてますよね、はい、でスクランブルの回数が大体その前年に比べて 1.5 倍ぐらい増えてるんじゃないですかね、2倍近く増えてます、はい、つまり、スクランブルが増えるということはですね、まあ簡単な話ね、これはぶっちゃけたのと言うと、税にかかるんですよ、税にかかるんですね、はい、税にかかるんですよ、もう航空燃料からそれから隊員の手当からね、何から何までめっちゃお金かかるんですよ、はい、だからね、中国は今はもうそういうふうにして日本の自衛隊の金を削りに来てるんですよ、そういう見方もできますね、はい、だから、これ負けたらいけません、はい、だから本当にそういう意味では、防衛費はちょっと少なすぎます、今百田先生がおっしゃった、日本の防衛力を削ってきてるっていうのはその通りで、やっぱりこのスクランブル発進1回するとですね、燃料費とかなんとかも含めて700、800万かかるんですね、だから相当のお金がかかるわけですよ、だからその相当のお金がこうすごい勢い出ているにもかかわらず、防衛予算というのがほとんど増えてないので、結果的に他のところを今どん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 削る状況ということになりますよね、という状況になっているので、やっぱそこはですね、もしこの尖閣問題を何とかしたいと思うならば、政府に対して防衛予算を増やしてくる、それもなんていうか装備代じゃなくて燃料、訓練、武器弾薬の費用、はい、を増やしてくれという要望をしてもらいたいんですよ、尖閣を守りたいと思うなら、はい、これはもう持久戦なので、お二方の対談の危うい国、日本にあった玉、はい、に打つ、そうです、玉がないのが玉に傷という、ね、そうそう、政府は厳しいですね、練習用の玉もないんですよ、はい、練習訓練用ですからね、はい、厳しいですね、そうなんです、だからそこをやっぱり理解して、はい、でも自衛隊の皆さん頑張ってますよ、海上本庁も、いや本当そうですよね、はい、本当頑張ってくださってます、本当そう、はい、まず、まあ、この番組で何度も申し上げましたので、まあ、皆さんも知ってると思いますけど、はい、沖縄には自衛隊がたくさんあるんですが、陸上自衛隊があります、でなぜ沖縄の陸上自衛隊があるのか、沖縄の陸上自衛隊はどう普段どういう訓練をしているのかというと、これはもうあれ当初奪還作戦なんですよ、沖縄の離島がもし奪われた時に、それをいかに取り返すかという、はい、まあ、それのために沖縄の自衛隊があるんですね、はい、その陸上自衛隊がね、はい、つまりね、本当にそういう意味ではもう、本当に危機的状況がずっと続いてるんですよ、実はですね、はい、この張立憲という人は確か米軍が武漢にウイルスを持ち込んだって言い出した人でした、ね、あ、そうです、この副報道局長ね、腹立つなこいつ、この名前は覚えますね、あ、そうだね、はい、副報道局長ですね、そうです、そうです、ね、確か僕中国の報道官にですね、昔、百田直樹はもう日本の極右作家やと言われて名指しで中国の報道官に言われたことあるんですけど、はいはい、国際的に著名な僕はもしかしたら日本より海外で有名かもしれないねどうもあちらの報道局長はね、はい、はい、続いてのニュース、百田さんいかがしましょうか。そうですね、まあ、ちょっと話題になってる、はい、あれ行きましょうか、何でしょう、今ツイッターのね、ひょっとしてこちらですか、あ、それかな、僕の声、ね、はい、かしこまり